はい、こんにちは。本日ね、9月4日、日付変わりまして、スタンダードエディションということでね、アベンジャーズ、プレイしていこうかと思います。どうぞよろしくお願いします。珍しくね、スクエアエニックスなんですよね。スクエニなんですよ。マーベル。いやー、これはね、きっとね、相当アベンジャーズ好きには、待望のゲームだったんじゃないでしょうか。それではやっていきたいと思います。タイトルが、シンプル。アベンジャーズ。このゲームはオートセーブに対応しています。このゲームをオートセーブ対応しております。このマークが表示されているデータは、本体の電源を切ったり、データ保存機器を外したりしないでくださいね。僕はあんまりね、アベンジャーズ詳しくないんですけどね。でもね、とりあえず、規約はもう基本的にはパッといっちゃうからね。明るさ調節は、下のロゴはかすかに見える程度の明るさ。下のロゴ。でもあんまり暗すぎてね、ゲームわかんなくなっちゃう。3ぐらいしようかな。時代を感じるよ。いい子でいるだけじゃダメ。コードで示すその言葉を胸にマーベラスプレイに行くんだ。ウィークチャレンジの道具。特別な報酬を、開業しよう。9月1日から始まる。卑怯者。というわけでよくわかんない。ストアチェック。毎週木曜日はストアチェック。ミニチャレンジ、しんどいのを100万体倒す。しんそいどいのを100万体倒す。クリティカル率 0.5%。 それやりたいです。ちょっととりあえず、うわへへへへへへへ。俺はちょっとね、やっぱキャプテンアメリカでしょ。この中でキャプテンアメリカですよ。シングルプレイ、物語を焦点に置いたシングルプレイが楽しめます。マルチプレイ、ゲームキャンペーン終了後、マルチプレイミッションのその他のアクシビリティもプレイヤーとプレイできます。これはね、友達やろうかなと思います。で、とりあえず設定、これか。全部英語か、わかんねえよ。全部英語だ。わかるわけねえだろ。あ、俺の書いたもん。全部変えたんだ。アルティメットヒール。ファイトがある。ジャンプがある。赤やケープ。なんか、その先に、最近のゲームにありがちですね。よし、じゃあ、それでキャンペーンいきまーす。よろしくお願いします。これはやっぱノーマルでしょ、最初はね。スタート。力に物を言わせて弱者を政治伏せる。最近じゃよくない話。でも、アベンジャーズは違う。そう、そう、信じてる。ずっと頑張ってた。こうなったの、理由があって。私はこの時を思ってたのかもって。想像もしてなかった自分になれるんじゃ。ないかって。へよ。すごいって。クリスタル。影が。そろそろだ。エイスは倒せないのか。すごく綺麗。なんで金色じゃないゴールデンゲートブリッジなんだ。ライバルがたくさん。すごいものが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 すごい
競争があってこそ上達するものだ。作品気に入ってもらえなかったらどうする。完璧じゃなきゃダメなんだよ。完璧じゃなきゃダメなんだよ。わかるでしょ。思いが生まれた時、お前の目がギョロギョロしてるって。だが私はこれほど美しい目を見たことがなかった。人にはそれぞれ個性がある。自分自身に誇りを持ちなさい。大好きだよ、大好きだよ。私もだ。大丈夫、きっと優勝できる。きっと優勝できるさ。ねえ、想像できるね。発表します。ション部門最優秀作品は最優秀作品はカメラガンダム、カメラガンダム、カメラガンダム、下水トカゲガンダム、大興奮です。監修は大興奮です。その池田カマラ。約束してくれ。どうであれ。ちゃんといい子でいる。こら。いい子でいるんじゃなくて。行動で示せ。その通りだ。皆さん、あちらがアベンジャーズの西海岸支部になります。そう慌てるな。ナオミ。うわ、すごい。バッチを取りに行こう。オプションとした後、フォトモード。コントロールフリー。よくわからん。アベンジャーズで。よくわかんない。ようこそ。フォトモード。どういうこと？何をするの？あ、これ今カメ撮ってんの。言ってることがよくわからん。フォトモードオプション。よし、行こう。長押し。ファイナリストね。お名前はカマラカン。こっちはパパだよ。ユスフだ。ようこそ関西。コミック探しに来て、ぜひ挑戦して。5冊集めれば、VIP席に5冊集めれば、エレベータースマートフォンを使うしね。楽しんで。コミックならたくさん持ってるだろう。でも、VIP席だよ。集めないと。オプション。すごいね。なんだろう。操作が遅い。カメラ距離。移動ズバイトの練習だって。どうしたの？
このコミックはもう持ってるんだ。このコミックはもう持ってるんだ。キャプテンアメリカのやつがあれば全部揃うんだ。全部揃うんだ。全部揃うんだ。2冊持ってるなら交換しろ。持ってるなら交換しろ。いいよやったいいよ。じゃあまたね。やらないとコミックは手に入らないみたいね。手に入らないみたいね。アイアンマン、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 クイーンロック、クイーン、新しい、アイアンマン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 。戦闘カメラのリカバリー、正面に戻ろうとする機能の積極性を設定します。標準。なんか遅いな。なんか操作性が悪い。よし。赤を狙うんだね。赤を狙う。緑を狙っちゃダメ。緑を狙っちゃダメ。150ポイントで勝ちか。150ポイント楽勝。楽勝。最後だ、最後だ、いい感じ、いい感じ、もうだ、いい、もうだ、いい、落としちゃいけないコミックだよ。よし、これで2つ、これで2つ。すごい、リパルサーグローブだ。リパルサーグローブだ。試してみないとね。やばい、うわこれやばい。ああ、悪趣味なことだな。悪趣味なことだな。おっと、いたのか、いたのか。小さすぎて、小さすぎて見えなかった。オーディンの息子の前だからとて、オーディンの息子の前だからとて、縮こまることはない。縮こまることはない。名は何度？名は何度？カマラカン、
河原くん、その手につけて、その手につけて、濃密の乳粒子ビーム、濃密の乳粒子ビームリパルサーグローブ、リパルサーグローブ、受信作、スタークの受信作。なんと恐ろしい、なんと恐ろしい、よほど恐ろしいものを作った の, の, ものを作ったのだ。そうだろ、そうだろ。真の武器には、真の武器には愛量に。ふさわしき男のみが、うん、女のみが、ハンマーの力を手に入れるだろう。これがスタークの玩具、これがスタークの玩具との神の力だ、神の力だ。でも、みんな最初は苦労する、みんな最初は苦労するでしょ、でしょ。その通りだ、その通りだ。お前は若いのに、お前は若いのにとても賢い。ありがとう、ありがとう。あなたは、あなたはカマラカ、カマラカ、その名は覚えて、その名は覚えておこう。雷神に会ったの、雷神に会ったの、信じらんない。じゃないよね、じゃないよね。コミックを集めるの、コミックを集中、集中、集中。アメリカ。全部なくなってる、全部なくなってる。二次戦の時に来たら、二次戦の時に来たら、ぶん殴ってた、キャップの盾だ。邪魔だぞ、邪魔だぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。本物のファン以外はお呼び、ファン以外はお呼びじゃないね。ねえ、本物のファンじゃない、本物のファンじゃないって。私も選ばれたのよ。アベンジャーズがお前のなんて言うのかい、お前のなんて言うのかい。ほら消えろ、ほら消えろ。どういうことや。読み集や、読み集や、メディアや、メディアや、世界さえも、世界さえも解けと言ったら、真実の川のそばで、木のようにそばで木のように根を下ろし、こう言い返せ、こう言い返せ。そっちがダメ、そっちがダメ。は？は？知らないの、知らないの。ファンじゃないの、ファンじゃないの。行こうぜ、行こうぜ。どういうこと？コミックが売り切れた、コミックが売り切れた。今の、今のなかなか、なかなか勇敢だったじゃないか、勇敢だったじゃないか。ありがとう、ありがとう。キャプテンマーベルのファンだ、キャプテンマーベルのファンだね。今地球にいないのが残念、今地球にいないのが残念だ。キャプテンアメリカだ、キャプテンアメリカだ。カマラ、私カマラ、カマラカン、カマラカン、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 カン。君の物語は確か下水道、トカゲ軍団だよ、トカゲ軍団だよ。それだ、そうが気に入ってたよ、そうが気に入ってたよ。アスガルドにも同じような、アスガルドにも同じようなトカゲがいたって。まさか読んだの、まさか全員の、全員の。嘘、すごい、すごい。キャプテン、ステージタルトも動揺して、タルトも動揺して。今日はどこだ、まだ来てないのか、まだ来てないの。私あったよ、私あったよ。話したのはスタークブースだった、話したのはスタークブースだった。でももういない、でももういない。だって出てくの見たし、だって出てくの見たし。この子は何、この子は何。ナット、紹介しよう。ナット、こちらはコンテストの参加者、こちらはコンテストの参加者。下水道のトカゲ軍団には詳しいぞ、下水道のトカゲ軍団には詳しいぞ。あれね、ああ、私が下水溝の蓋、ね、私が下水溝の蓋で最高だった、最高だった。マダムヒダラとの戦いに比べたら大したことないよ、大したことないよ。すごかった、すごかった。ステージに行かない、ステージに行かない。それじゃ、カマラ、それじゃ、カマラ。またね、それじゃ、また、またね。キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカ、クイドもいる、クイドもいる。ああ、もう心臓が弱そう。嬉しいでしょうね。また一冊ゲット、また一冊ゲット。次のコミックも、次のコミックも。まだ欲しい、まだ欲しい。欲しい、欲しい。商品のコミックだよ。ありがとう、ありがとう。あと少し、あと絶対ヒント、絶対ヒント。
ったコミックだ、やったコミックだ。スタークの大げさな言動に惑わされる読者たちだ。金持ちのおもちゃじゃない、金持ちのおもちゃじゃない、人々のものだ。まだそこに大事なことが何かを忘れないで、大事なことが何かを忘れないで。私たちの研究が世界、私たちの研究が世界を変える。仰々しいことが嫌いなのは、仰々しいことが嫌いなのは、でもその価値は、でもその価値はある。横取りされるぞ、横取りされるぞ。そうはさせない、金も、そうはさせない。あなたの見せ場なの、あなたの見せ場なの。スタークの資金とあなたの頭脳、それであなたは、それであなたはみんなのヒーローになれる、みんなのヒーローになれる。もう少しなの、もう少しなの。ここだったか、ここだったか。ベレス、ベレス。朝からいなかったようだ。仕事があったから、仕事があったから。まあ知ってる。どうしたの、いや、どうしたの。でも、いや、ちょっとした反応が、ちょっとした反応が、妙なものがリアクターに、それも妙なものがリアクターに。それでジョージ、それでジョージ、正しい、やはりこのことを公表するのは早すぎたよ、公表するのは早すぎたよ。計算をやり直せないだろうか、計算をやり直せないだろうか。もう一度、その、もう一度、もちろん、ありがとう、もちろんありがとう、すまないね。君、ここで何してるの、ここで何してるの。その迷子かも。そうか、それじゃあメインイベントに戻って、メインイベントに戻って、うん、これはもう持ってるし、これはもう持ってるし、他の子が持ってるコミックと交換できるコミックと交換できるかも。ほら、欲しかったコミックこれでしょ、欲しかったコミックやったこれでしょ、交換しよう、やった、いい取引ができてよかった、いい取引ができてよかった。やった、全部揃った、全部揃った。これでビップ席に行ける、ビップ席に行ける。アベンジャーズになりたい、狙いは必ず目標としてもらえるのか、どこに行くのかと。フューリー長官、フューリー長官、ヘリケリアのリアクターに、ヘリケリアのリアクターにテリジェンを使用することに懸念は、全く未知の物理で、全く未知の物理で、安全性については何一つ問題は、キメラによって、アベンジャーズとシールド、アベンジャーズ世界に平和をもたらす、世界に平和をもたらす。どうも、ブルーノがひっくり返っちゃうかも、ひっくり返っちゃうかも。気をつけて、気をつけて。ごめんなさい、ごめんなさい。カモラ、このエレベーターから VIP 席に行けるぞ。車でスキャンするぞ。開けゴマ、開けよゴマ、コミックのマジン、コミックのマジン。そしてもう一つ、そしてもう一つ、新たなクリーンエネルギー、新たなクリーンエネルギー、テレジェンス。相変わらずこの分からないっていうカメラの撮り方が。発表できるとき、発表できる、非常に強力なエネルギー、非常に強力なエネルギー。その仕組みについては、その仕組みについては発見者のジョージ・タールトン博士から説明してもらう、説明してもらう。ありがとう、ジャッジ・クライム、ありがとう、キャプテン・ロジャース、キャプテン・ロジャース。キメラは新しく発見された鉱物、エルジェンをエネルギー源としています。3年前、私は奇妙な、私は奇妙な岩を、岩をサンフランシスコ湾で発見しました。実験を重ねていくと、実験を重ねていくと、やあサンフランシスコ、住む人も食べ物も最高、でも宇宙のそれは対策を考えていた、いい僕、いい僕、アイアンマン。
これは良くない。これを出よう。さあ出よう。さあ。単なる事故にしては単なる事故にしては結構。これは事故じゃない。これは事故じゃない。トニー、頼む。分かった。クイーンジェットの準備。クイーンジェットの準備。任せます。了解。任せます。了解。何を待ってる？何を待ってる？あんたはね、グズグズしてるから、グズグズしてるから。あいつは面白くなってきた。追われてる。早く来いよ。早く来いよ。足の安全を確保してくれ。足の安全を確保してくれ。連中が銃を貸してない連中が銃を貸してない連中が本当に助かったよ。本当に助かったよ。市民がまだあのバリケードの裏にいるんだ。分かった。下がっていい。分かった。下がって私が何とかする。私が何とかする。バリケード壊してる。どこ行ったの？面白くなりそう。面白くなりそう。そう、相手は何者だ。相手は何者だ。さて、自己紹介はなかった。自己紹介はなかった。あの銃はシールドのもの。あの銃はシールド。司令官に連絡しよう。今日襲撃してきたのに、何か意味がありそうだ。何か意味がありそうだ。そうだな、ブルース。状況が分かるまで、僕はキメラに残る。僕はキメラに残る。ありがとう、そう。ありがとう、そう。新しいターゲットだ。
ヒーローアベンジャーズ、ユニビーム。アベンジャーズ、日本からシールドのプロトタイプを任せる。初耳のリストをシールドが制作します。またの中くる。それとルースは元気よ。まさか逃げた、まさか逃げた。そろそろ逃げたのかな。大丈夫、逃げた。別に踊らされてる感じがする。何か裏がありそうだ、何か裏がありそうだ。シールドのトラックに完全に動いたのに、俺だ。セキュリティシステムが書き換えられた。自動操縦機能が乗っ取られてる。アイジャック戻る。ダメだ、戻る。橋を確保した。市民を巻き込むわけにはいかない。市民を巻き込むわけにはいかない。了解。行ってブルース、行ってブルース。ああ誰だこいつは。早く寝かせ。ここまでの筋肉にはちょっとなりたくない。ちょっとハルクはやってる。ハルクはすげえ。ちょっとやばい。Oh, thank you.
の発明は危険だ。発明は危険だ。スターク、スターク、スターク、これは冗談のつもりか。冗談のつもりか。集中して、集中して。何が起きてるの？キャップ、何が起きてるの？リアクターの調子が悪い。リアクターの調子が悪いよ。数字がどれもおかしい。数字がどれもおかしい。相手の熱源に引きつけられてる。相手の熱源に引きつけられてる。もう一度言って、よく聞こえ、よく聞こえ。ナット、音！ナット、音！インバも強くて強っ。みんな、何だこれ。君らが攻撃を受けて、君らが市民を避難させるんだ。市民を避難させるんだ。バカするぞ、バカするぞ。急げ。スティーブ、落として。スティーブ、落として。ナト、ナト、ナト、ナト。スタート、見るのか。通信が途絶えた。通信が途絶えた。問題が発生した。分かってる。やつらは君らを乗っ取るつもりだ。君らを乗っ取ることではない。そのことではない。この数字は見たことがない。そっちに行く。誰だ、よくいるやつや、これ。タスクマスター、タスクマスター。起爆装置を奪うぞ。起爆装置を15キロ以内が半径全部液化する前に、全部液化する前に。決まらない、決まらない。
まさかそれで
壊れてして何が悪かった？あなたは黒幕じゃ。あなたは黒幕じゃ。ただのおとりだった。ただのおとりだった。話はおしまい。話はおしまい。臆病者。臆病者。サプライズ試合。サプライズ試合。今のは読めなかった。今のは読めなかった。これで勝ったと。これで勝った。一体何が言いたいの？一体何が言いたいの？周りを見ろローマの。周りを見ろローマ。世界はこの日を忘れない。この日を忘れない。ヒーローの最後の日としてだ。ヒーローの最後の日としてだ。どうなってんだ。どうなってんだ。戦争が不十分な技術を公開しました。大惨事を引き起こしました。我らが愛するキャプテンアメリカ、そして罪もない多くの尊い命が失われ、今なお大勢の人が、エーデーと名付けられたこの惨劇が未だ癒えぬ傷に苦しんでいる。キャプテンアメリカ使えない。人々は異様なさまぎとなり、この世ならざる能力を得て生まれ変わるという病に侵されました。治療法が確立されないまま感染は拡大。シールドとアベンジャーズが事態の収束を約束した。一つの時代の終わりを告げたのはバナー博士の証言でした。あなたたちヒーローはサンフランシスコを伝染病とガスの蔓延する隔離地域へと変貌させた。感染した怪物たちが国中で惨事を起こし、正体を隠して影を潜めている者も多い。博士、もう一度聞きます。アベンジャーズは社会の脅威ですか？はい、活動が違法とみなされ、かつてのヒーローたちは解散。しかし希望は芽生えるものです。スターク・インダストリーズなき今、エーデーの被災者にしてアドバンスド・アイデア・メカニクス創設者ジョージ・タールトン博士は、科学こそがこの困難を解決する手立てだと考えています。あの日キャプテン・ロジャースに何が起きたのか。私はリアクタールームにいた。だから真相は分からない。でも約束します。でも約束します。私は神にもらったそのチャンスを人々のために使う。人々のために使う。エイムはインヒューマン病を必ず治してみせます。必ず治してみせます。インヒューマン病に引き裂かれた家族にとっては救いの言葉です。しかし実現できるのか。しかし実現できるのか。エイム批判の声も絶えません。通称レジスタンスはその勢力を増しています。その勢力を増しています。エーデーの記念式典からフィルシェルドンがお送りしました。フィルシェルドンがお送りしました。東大元暮らしっていうやつやね。はい、ということでございまして、まあオープニングというかね、まあのっけからこんな感じで来ましたけど、どうでしたでしょうか。手がかりはあるはずだよ。いや、これからねサブミッションとかいろいろあるみたいです。まあ、メインストーリーは基本的にここでやっていこうかなと思います。ここで皆さんよかったら、これまた遊びに来てください。レトロなスターク、レトロなスターク。ちょっといいかい、カマラ。ちょっといいかい、カマラ。あと数時間でみんなモスクのリトリートに。お前もバスで行けば間に合うぞ。お前もバスで行けば間に合うぞ。今日だっけ。カマラ、前にも言ったろ。カマラ、前にも言ったろ。リトリートなら日常を忘れられ。リトリートなら日常を忘れられ。心から笑っておいで。心から笑っておいで。お前が行かないと泣きもがっかりと。泣きもがっかりするぞ。そうだね。そうだね。考えてみる。考えてみる。
ああ、それがいい、それがいい。あ、アイスクリームもあるぞ。あ、アイスクリームもあるぞ。それにな、女の子だけで楽しめるんだから。女の子だけで楽しめるんだから。愛してるよ。愛してるよ。私もだよ。私もだよ。父の優しさがつらい。分かってない。よし、続けよう。続けよう。パスワードのヒント。パスワードのヒント。初恋か。初恋か。Of your past。そうだ。そうだ。これで。嘘。嘘。ああ。大丈夫、絶対大丈夫、絶対わかる。よし、よし、これだ、これだ。そんな、そんな。お願い、お願い。わあ、すごい、入れた、すごい、入れた。嘘でしょ、嘘でしょ、信じられない。あ、コピー、コピー、なんて傲慢なの、なんて傲慢なの、トニースターク。めちゃめちゃこれ読み込みかかるやつじゃん。はい、ということでね、またやっていきたいと思います。今回の配信は、こちらまでにしたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。そして高評価と、チャンネル登録ぜひしていただけたらと思います。親指ゲーム TV でございました。ありがとう。またね。バイバイ。